ティアナ・バートレッタは、アメリカ合衆国、エリリア出身の陸上競技選手。専門は短距離走と、総幅跳び。60メートルで7秒02、100メートルで10秒78、総幅跳びで7メートル17の、自己ベストを持ち、400メートルリレーでは40秒82の世界、記録保持者である。オリンピックでは400メートル、リレーと、 総幅跳びで3つの金メダルを獲得している。2012年にはソチオリンピックのボブスレーアメリカ代表候補に選出された。旧姓はティアナ・マディソン。短距離走と総幅跳びの両方でハイレベルな記録を持つ女性選手。短距離走では2012年ロンドンオリンピック100メートルで4位、400メートルリレーでは世界記録を樹立して金メダルを獲得。 2016年リオデジャネイロオリンピック400リレーでは連覇を達成した。総幅飛びでは19歳の若さで2005年ヘルシンキ世界選手権の金メダルを獲得するとその後は低迷したものの10年後の2015年北京世界選手権で再び金メダルを獲得。2016年のリオデジャネイロオリンピックでも金メダルを獲得し2年連続で世界チャンピオンに輝いた。 陸上競技は中学1年生の時に開始した。しかし、父の母校でもあるエリリア高校に進学すると、当初はバレーボールとバスケットボールに取り組み、陸上競技だけに専念したのは3年生からだった。陸上競技では卒業するまでの間に、総幅飛びと400メートルリレーで、オハイオ州記録保持者になり、オハイオ州選手権では7つの個人種目を含む9つの、 タイトルを獲得した。2002年と2003年には2年連続で、オハイオ州選手権の女子100メートル、200メートル、400メートル、リレー、総幅跳びで優勝し、過去に、ジェシー・オーエンスとスーザン・ナッシュの2人しか、達成していない2年連続のオハイオ州選手権4巻を、達成した。2003年6月には、全米ジュニア選手権女子総幅跳びを制して、 パンアメリカンジュニア選手権アメリカ代表に選出されると7月の大会では6メートル14の4位でメダルにあと一歩と迫った陸上競技の奨学金を得てテネシー大学に進学2004年6月には1年生ながら全米学生選手権に出場し女子総幅飛びで10位に入った同月の全米ジュニア選手権女子総幅飛びで連覇を達成すると 7月の全米オリンピックトライアルは8位に入った。2005年全米学生選手権2005年3月の全米学生室内選手権女子総幅飛びを6メートル78の自己ベストで選手初の全米学生タイトルを獲得すると6月の全米学生選手権女子総幅飛びも制し、室内と屋外の両方で総幅飛びの全米学生チャンピオンとなった。 2005年ヘルシンキ世界選手権2005年6月の全米選手権女子総幅跳びはセカンド記録の差で惜しくも優勝は逃したものの2位に入りヘルシンキ世界選手権アメリカ代表の座を掴んだ8月のヘルシンキ世界選手権女子総幅跳びには6メートル8 2の今季世界ランク5位として出場すると予選で全体トップの6メートル8 3 決勝では5回目の跳躍で6メートル89と両ラウンドで自己ベストをマーク。2位の立ち穴ことは20センチメートルの差をつけ、19歳の若さで世界チャンピオンに輝いた。なお、バートレッタは後に金メダルを取って調子に乗ってしまったと当時を振り返っている。2006年1月にプロに転校し、ナイキと契約を交わした。 2006年モスクワ世界室内選手権2006年2月の全米室内選手権女子総幅跳びは2位に入り、モスクワ世界室内選手権アメリカ代表の座を掴んだ。3月のモスクワ世界室内選手権女子総幅跳びには6メートル7 5の今季世界ランク3位として出場すると、決勝では6メートル8 0の自己ベストをマークしたが、 優勝したタチアナ・コトワに20センチメートル及ばず、銀メダルに終わった。しかし、タチアナ・コトワはドーピング違反が2013年に発覚して、金メダルを剥奪され、マディソンの順位は、繰り上がり金メダル獲得となった。20歳と194日でメダルを獲得した、マディソンは、この種目における、最年少金メダリスト及び、メダリストとなっている。 2006年から2011年2006年6月の全米選手権女子総幅跳びは2大会連続の表彰台に上り、プロ転校以降1年目は順調かに思われたが、夏に右膝を負傷。最終的に手術を受けるほどの重傷で、競技に復帰してからは、怪我を恐れて、以前のように飛ぶことができなくなってしまった。2007年6月の全米選手権女子総幅跳びは5位で、 表彰台を逃すと、ディフェンディングチャンピオンのワイルドカードを使い出場した8月の大阪世界選手権女子総幅跳びは10位。2008年6から7月の全米オリンピックトライアル女子総幅跳びは、左足ハムストリングスに違和感のある状態で臨み、5位に終わり北京オリンピックアメリカ代表の座を逃した。プロ転校以降の2006年から2011年までの 間にコーチも何人抱え、2009年には総幅跳びよりスプリントを強化した。その結果、2009年全米室内選手権、女子60メートルは2位、2010年全米選手権、女子100メートルは3位と表彰台に上がったものの、それぞれ世界室内選手権と世界選手権の開催されない年だったため、アメリカ代表に選出されることはなかった。 2011年2月の全米室内選手権は、ハムストリングスの怪我の影響で出場を逃し、2004年から必ず出場していた同年6月の全米選手権も初めて欠場した。コーチと種目を変えても満足いく結果は残せず、状況はどん底だったが、2011年にジョン・バートレッタとラナレーダーに出会い状況は一変した。9月からラナレーダーに支持すると、 食生活やトレーニング方法などを改善。後の夫となるジョン・バトレッタは、そんなマディソンを献身的にサポートした。その結果、マディソンは2012年に世界の舞台に復帰することとなる。2012年イスタンブル世界室内選手権2012年2月11日の全米陸上競技連盟クラシック女子60メートル決勝で、 今季世界最高記録及び自己ベストとなる7秒02をマークすると同月26日の全米室内選手権女子60メートルも自己ベストタイの7秒02で優勝を飾りトラック競技で初の全米タイトルを獲得した3月のイスタンブル世界室内選手権女子60メートルには7秒02の今季世界最高記録保持者として臨むと決勝では ディフェンディングチャンピオンのベロニカ・キャンベル・ブラウン、ミューィエル・アウレに次ぐ7秒09で、銅メダルを獲得した。2006年モスクワ大会の女子総幅跳び以来、6年ぶり2つ目のメダルを獲得したマディソンは、世界室内選手権の60メートルと総幅跳びでメダルを獲得した初の女性選手となった。2012年ロンドンオリンピック2012年6月の全米オリンピックトライアルは、 女子100メートルと女子200メートルと女子総幅跳びにエントリーすると女子100メートルは準決勝で10秒96決勝で10秒96と2ラウンド続けて自己ベストをマーク優勝したカーメリタジーターには0秒04及ばなかったものの2位に入り初出場となったこの種目で初のオリンピックアメリカ代表の座をつかんだ 女子200メートルでも決勝に進出したが6位に終わり、表彰台は逃した。女子総幅跳びは予選が200メートル準決勝の約30分後に行われるスケジュールだったため、怪我を避けるためにも跳躍はしなかった。オリンピックデビューとなった8月のロンドンオリンピックでは女子100メートルと女子400メートルリレーに出場した。女子100メートルは予選で10秒97。 準決勝で10秒92、決勝で10秒85と3ラウンド全てにおいて10秒0台をマークし、なおかつ準決勝と決勝では自己ベストをマークした。しかし、シェリーアン・フレイザー・プライス、カーメリタ、ジーター、ベロニカ・キャンベル・ブラウンに次ぐ4人に終わり、0秒04差で惜しくもメダルは逃した。女子400メートルリレーでは、アメリカチームの一層を務めると、 2層アリソン・フェリックス、3層ビアンカ・ナイト、4層カーメリタ・ジーターのオーダーで臨んだ決勝では、東ドイツの持つ世界記録を27年ぶりに塗り替える40秒82の世界新記録樹立と金メダル獲得に貢献した。ボブスレイ2012年10月には、女子7種競技のハイレアス・ファウンテン、女子100メートルハードルのロロ・ジョーンズとともに、 ボブスレイアメリカチームのトレーニングに参加すると、後日ロロ・ジョーンズと共に2014年ソチオリンピック、女子ボブスレイアメリカ代表候補に選出された。2012年11月9日の、ボブスレイワールドカップ第一戦、レイクプラシット大会女子二人のりでは、エラナ・マイヤーズとコンビを組み、ブレーカーを務めて3位に貢献した。2014年ソポト世界室内選手権2014年、 ソポト世界室内選手権2014年2月の全米室内選手権女子60メートルを制し2年ぶり2度目の優勝を果たした3月のソポト世界室内選手権女子60メートル決勝では7秒06の今季自己ベストをマークしシェリーアン・フレーザー・プライスミューギエル・アウレに次ぐ3位に入り2大会連続となる銅メダルを獲得した 2014年後から6月今年新設された5月の世界リレーでは女子400メートルでアメリカチームの1層を務め41秒88の大会新記録樹立と金メダル獲得に貢献した。6月8日のラバトムハンマド6世大会女子層幅跳びでは6メートル93の自己ベストをマークし9年の歳月を経て2005年。 ヘルシンキ世界選手権の優勝記録でもある6メートル8 9を塗り替えると3日後のビスレットゲームズ女子総幅跳びではアメリカ歴第8位の記録となる7レニートルをマークし7メートルジャンパーの仲間入りを果たした2014年全米選手権2015年全米室内選手権2014年6月の全米選手権は女子1 0 0ル準決勝で 今季自己ベストの10秒92をマークし、10秒91のトリボーイに次ぐ全体2位で決勝に進出した。トリボーイが怪我のため欠場した決勝を順当に制し、屋外の全米選手権で初のチャンピオンに輝いた。7メートル02の今季世界最高記録保持者として臨んだ女子総幅跳びは優勝したブリトニー・リースに6センチメートル及ばず2位に終わった。 2015年3月1日の全米室内選手権女子60メートルを制し2年連続3度目の優勝を果たした。2015年北京世界選手権2015年6月の全米選手権には女子100メートルと女子総幅跳びに出場すると女子100メートルは5位に終わり連覇を逃した。しかし翌日の女子総幅跳び決勝では アメリカ歴代4位の記録となる7メートル1 2をマークし、総幅飛びで全米選手権初優勝を成し遂げるとともに、10年ぶりに世界選手権アメリカ代表の座を掴んだ。2015年8月の北京世界選手権には今季、唯一の7メートルジャンパーとして、女子総幅飛びに出場すると、27日の予選は全体の内の6メートル7 1で突破。迎えた。 翌日の決勝では5回目の跳躍を終えた時点で、シャラプロクター、イワナスパノビッチに次ぐ3位だったが、最終跳躍で自己ベスト及び、今季世界最高記録となる7メートル14をマークし、逆転で10年ぶり2度目の優勝を成し遂げた。また、ハイケドレクスラ以来、10年の歳月を経て、再び金メダルを獲得した、史上2人目の選手となった。 2016年リオデジャネイロオリンピック2016年7月の全米オリンピックトライアルには女子100メートルと女子総幅跳びに出場したが女子総幅跳び決勝の合間に女子100メートル予選が行われる日程のためスパイクを履き替えて助走路とトラックを行き来しなければならなかった女子総幅跳びは2位女子100メートルは3位までが10秒7台の 高速レースとなった決勝で10秒78の自己ベストをマークして2位に入り、出場した両種目でリオデジャネイロオリンピックアメリカ代表の座を掴んだ。2016年8月のリオデジャネイロオリンピックには女子100メートルと女子400メートル、リレート女子総幅飛びの3種目に出場した。女子100メートルは決勝進出に0秒04を及ばず、 に大会連続の決勝進出はならなかった。女子総幅跳びは予選を全体5位の6メートル7 0で突破すると、決勝では5回目の跳躍で7メートル1 7の自己ベストをマークし、ディフェンディングチャンピオン及び、今季世界最高記録保持者のブリトニー・リースを2センチメートル差で抑えて優勝した。女子総幅跳び決勝翌日の午前には、女子4 0 0ルリレー予選で、 アメリカチームの1層を務めたが、アメリカチームは2層から3層にバトンを渡す際に、横のレーンを走るブラジル選手の妨害にアイバトンが渡らなかった。連覇の夢は途絶えたかに思われたが、アメリカの抗議が受け入れられ、同日午後に異例の再レースがアメリカ1チームだけで行われることになった。予選全体八位である中国のタイムを上回れば、決勝に進出できるという条件のもと、 アメリカチームは予選全体1位の記録となる41秒77で突破。翌日の決勝では1レーンからのスタートとなったが、世界歴代2位の記録となる41秒01で連覇に貢献した。なお、この種目が行われるようになった1928年アムステルダム大会以降、1レーンのチームが優勝したのは今回が初めてだった。 バートレッタは2度目のオリンピックで女子総幅跳びと女子400メートルリレーの2冠を達成した。2017年ロンドン世界選手権2017年6月の全米選手権には女子100メートルと女子総幅跳びに出場したが女子100メートルは準決勝敗退に終わり4大会連続となる決勝進出を逃した。しかしすでに ロンドン世界選手権の出場権を確保していた女子総幅跳びは優勝記録となった 7m05 をはじめ 7m 超えを3回マークし今季世界最高記録保持者のブリトニー・リースを抑えて2大会ぶりの優勝を飾った 7m01 の今季世界ランク2位で臨んだ8月のロンドン世界選手権女子総幅跳びは9日の予選を全体2位で突破 二大会連続の金メダルがかかった11日の決勝では5回目の跳躍を終えた時点でメダル圏外の4位だったが最後の跳躍で7メートルに迫る6メートル97をマーク1位のブリトニー・リース2位のダリア・クリシナを上回ることはできなかったが3位だったイワナ・スパのビッチを1センチメートル上回り銅メダルを獲得した記録欄のうちの数字は風速で プラスは追い風を意味する。微光欄の記録は当時のものダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場したポイント対象レースの数を意味する。優勝したダイヤモンドリーグの大会を記載。金色の背景はポイント対象レースを意味する。優勝した全米選手権を記載。ありがとうございます。